うリーダーとなる。敵は世界を滅ぼすコンピュータースカイネット。時を超えてマシンが送り込まれた。息子を狙う者、守る者、我々はスカイネットの開発を阻止するため今日も戦う。未来を変え、息子の運命を変えるべく、人類を救う戦いが今始まる。ターミネーターサラコナークロニクルズ、前回までは。ここは同じ場所、別の時間。新しい名前と生活が欲しい。エンリケを探しましょう。3人分の ID がいるの。カルロスだ。俺の仕事を引き継いでる。何もかも揃えた。エンリケも鼻が高いわね。セコエセラッタ。ラータと呼んでた密告者って意味よね。どうしてこんなこと。あなたがやらないから。来るんじゃなかった。あなたは死ぬ。2005年にガンで。見たことあるわ。スカイネット刑務所の囚人よ。こんなとこにお金が。現金や銃、必要なものは隠してあるはず。安全だって言ったじゃない。スカイネットはあなたたちがここにいることを知らない。ジョンの正体がバレたら奴らは襲ってくる。おい、なんだてめえ。嘘だろ。もちろん。病院に閉じ込められていた時、私は科学に興味を持った。いや、正確に言えば科学というより科学者にだ。原子爆弾開発に携わった科学者たち、オッペンハイマー、ハイゼンベルク、フェルミ、テラー、その道のパイオニアたち。私は本を読み漁った。知りたかったのだ。なぜ彼らは破壊の父となることをやめなかったのか。誰も止められなかったのか。私だったら止められただろう。